どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが9月4日の日曜日なんですけれども、タイガースは昨日の試合に敗れて連勝ストップ。もうシーズン最終盤、負けられない戦いが続きますが、この時期になって気になるのが、やはり助っ人選手の挙手問題。現在7選手を抱えているタイガースですが、今年も生き残り合戦が始まるということで、今回の動画では7選手の現在について徹底解説、そして来シーズン以降の契約はどうなっていきそうなのか、こういったところについて深掘りをしていきながら、 お話していいいきたいなと思いますでは、早速お話をしていきますが、さあ、シーズン残り17試合、助っ人選手を多く抱えているタイガースだからこそ、気になってくるのは、それぞれの選手の状態、そして今後どうなりそうなのか、ここですよね。すでにチェーン投手を放出したりと、動きがあった今シーズンですが、今回は7選手の現状について、皆さんと一緒に確認していきます。よかったら、皆さんのご意見もそれぞれお聞かせいただけると嬉しいんですが、まず1人目がガンケル投手ですね。ガンケル投手はここまで16試合に登板して、5勝5敗、貯金こそありませんが、防御率は2.73ということで、今年もトータル で見ると安定したピッチングを続けてくれてます。ただ、コロナ陽性判定を受けたということで、現在戦線離脱中、関係で投手の枠は森木投手など若いピッチャーを中心にみんなで埋めて戦ってるという感じですね。今全体的に円安が進んでるんで、契約時のレートとは乖離がありますが、契約時の年俸は1億6 5 0 0万円、去年1人で貯金を6個作ってくれたという実績もあって、年俸を大幅アップを勝ち取りました。今回はコロナ離脱ですが、もともとコンディション面に不安を抱えてる。ピッチャーなんでちょくちょく離脱というのはあります。ただ、それでも1年間トータルすると必要な存在なんじゃない？ と僕は思ううんんんでですすね確かにに若手投手がどんどん出てきててき中10日企業でも回せるようになってますただ、それが1年間持っていたかと言われると、まだまだ未知数な部分もありましたし、ガンケル投手が投げてくれた16試合はかなり大きいんじゃないかなと、岩更投手の復活に一役買ってくれたりと、人望も厚いことが分かりますからね、多少の減法は考えられる流れではありますが、オファーは今年も出すんじゃないかなとは推測しています。では続いて2人目がウィルカーソン投手です。ウィルカーソン投手はここまで14試合に登板して5勝5敗、実はガンケル投手と勝ち負けもに同じ数なんです。ただ、防御率ですよね。 シーズン通して4.08、まあ、タイガースの先発陣がとにかくハイレベルなんで1回炎上してしまうと数字の面はもちろん立場的にも厳しくなるというかなりシビアな状況そういった中でウィルカーソン投手は最初の4月5月は安定感抜群でしたよね特に5月は4試合投げて3勝防御率1.04で月間 MVP も獲得ということでどこまで白星を伸ばしてくれるのか注目が集まっていましたしかし交流戦のファイターズ戦ぐらいからですかねボールが高く集まるようになってしまったとストレートが思いっきり抜けることも増えてきましたしスライダーチェンジアップともに高めに集まった 球速はだいたい145キロ前後なんで、スピードが武器のピッチャーではありません。ですので余計に細かいコントロールが求められる中で、ここが失われてしまうと、どうしても厳しいピッチングになってしまうと。ウィルカーソン投手は年俸7150万円、まあ。ガンケル投手の半分以下の年俸ですし、5勝を挙げてくれてるのは大きな要素。なんですけれども、ウィルカーソン投手の場合、ネックになるのがやはり年齢です。というのも、助っ人7選手の中で一番上の33歳。なんならチェン投手がシーズン途中でタイガースを去ることになったんで、なんと現在、ピッチャー最年長がこのウィルカーソン投手なんですよ。これも驚 ですよねまあそれだけタイガースはとにかく若いですのでガンケル投手との比較になるかなという部分ですがガンケル投手は30歳そして他の生え抜きピッチャーも基本的に若い先日2軍で復活を果たしたばかりですが今後どんなピッチングを見せてくれるのか注目ですでは続いて3人目がケラー投手ですねケラー投手はここまで22試合に登板して0勝2敗3ホールド3セーブ防御率が3.43という数字でここまできました先日守護神採点攻後初めてセーブ失敗を経験しましたがそれまでずっとゼロで抑えてきた僕のの動画にいただくコメントでも復活後の信頼は緩い きませんとこういう内容のコメントも多数いただいてますまあ、開幕戦から考えるといきなりホームラン浴びて防御率99.99サ99ードでしたからそこからよく3点台まで持ってきてくれましたよストレートの強さは開幕当初と別人ですし1軍の戦力になりたいという一心で新たな変化球も覚えてくれたそれによってシーズン全体の被打率も2割0分8厘ですからそう簡単には打たれないそういう姿を見せてくれましたよねでケラー投手の年俸は1億2100万円ですのでもちろんシーズン通して年俸に見合う活躍かと言われると物足りない部分は多々あります という観点に絞るのであれば、十分その対価に見合う。パフォーマンスは見せてくれてるんじゃないかなと思いますよね。そして、ケラー投手の場合は現在29歳と比較的若いピッチャーなんです。ですので、新たに変化球を覚えて力を伸ばしたように、日本でどんどん技術を学べば、まだまだ伸びていくポテンシャルを秘めてるんじゃないかなと思うんです。まあその脅威というのは脱三振率が物語ってると思いますんで、残りの登板が鍵になりますかね？まだ若いというのは好材料になると思うんですが、またケラー投手が切り替えて結果を出してくれるのか、今日以降のピッチング内容も引き続き注目して見ていきたいなと思います。では。 4人目アルカンタラ投手はここまで39試合に登板して1勝3敗、17ホールド1セーブ。 今年は開幕からいろんな役割をこなしてきてくれました。以前動画にもしましたが、セットアッパーやって、守護神やって、そして浜地投手らが台頭したこともあり、今はビハインドがメインに。ここまでスケット選手の起用法が変わることも珍しいんですが、ただどんどんピッチング内容が厳しくなってきてるのも事実としてあります。それがシーズン防御率4.70に現れてるのかなと、昨日は1回持たずで4失点、もうちょっと早めに変えてあげてよと、こういう意見もたくさん上がっていますが、ビハインドでピッチャーを多く使いたくなかったのと、アルカンタラ投手の見極めというのもあったかもしれませんね。矢野監督は昨日の試合終了後、アルカン 投手の今後について最近ちょっとタラちゃんらしい球は行ってないんで一旦抹消しようかなと思うと抹消明言。 おそらく今日の工事で新たな中継ぎ投手が上がってくるでしょうアルカンタラ投手は2年契約の最終年年俸は単年2億1000万円ということでピッチャーでは一番高い金額になります本来はバリバリの先発ピッチャーとして獲得した投手ただ去年ブルペン事情が苦しいこともあって後ろに回ってもらった本人はキャンプの調整を見ていても先発への思いは強いと思うんですただ今年も中継ぎという形になったんですがそもそも中継ぎ投手で2億円というのは球界全体を見てもなかなかないレベルなんですよねまあ、守護神までで行くくとまた変わってくるんですが 評価ととすれば厳ししくななる一方だったかなとその中で最終盤に登録まいろいろ感じる部分もありますがアルカンタラ投手もまだ29歳と若いピッチャーなんですよ何かのきっかけで空振りをバンバン奪えるピッチャーになってくれそうなんですがそこをどう判断するのか残りシーズンでの再登録はあるのかこの点も注目して見ていきましょうでは続いて野手について見ていきます5人目はロドリゲス選手ですねロドリゲス選手はここまで24試合65打数10安打打率が1割5分4厘2ホーマー9打点出塁率が2割 OPS が477という成績ですシーズン途中に 3, 万円で獲得した選手ですので高い金額なんだから残りはバリバリメインで頼むぜとそういう獲得ではなかったと超出力不足が課題とされる中何か高い作をという流れで獲得に踏み切ったその中で一軍に合流してからのベイスターズ3連戦は素晴らしい活躍そして内容も本当に良かったんですインコースのまっすぐにも対応してましたし変化球へのアプローチも悪くなかったただ結果が出なくなるとさらに突つにはまってしまうのがバッターなんですよこれまで見遅れていた変化球を追いかけるようになってしまって気づけば30打席連続無安打で登録ましょうまあ一発の魅力はずっとある選 選手なんでここぞの代打としても計算したいところでしたが、原口選手やようか、選手など状態のいい右バッターが複数出てきたということも、ロドリゲス選手にとっては逆風になってしまったと。とまあ、ここはスケッ人選手とはいえど争いなんで仕方がない部分です。ただ、ロドリゲス選手は2軍で大暴れ中。金曜日の試合では逆方向にホームラン。そして昨日はマルチアンダということで、平田監督もボンダの内容もいいんだよと。とクライマックスシリーズに向けてという意味。でも、まだチャンスはある。こういう評価をしています。まあ、元々年俸的にも言い方は良くないかもしれませんが、当たれば儲け的な考えもあったと思うんですね。ですので、ここから。 ロドリゲス選手が2軍とはいえ何か光るものを見せてくれればまだ可能性はあるんじゃないかなということでロドリゲス選手がここからどんなバッティングを見せてくれるのかこの点も注目して見ていきましょうでは続いて6人目はマルテ選手ですねマルテ選手はここまで23試合75打数16安打打率が2割1分3厘ホームラン1本5打点出塁率が2割7分7に o p s が544ということでうーんまいろいろまさかでしたよねもともと怪我が多い選手ではあったんですがここまで同じ箇所を痛めてしまうとそれは1軍にはなかなか上がってこれませんそして昨日はスタメン起用されましたが基本的には が、代打がメインということになると、どうしても調子をキープするのは難しい。4。打席だってボールをじっくり見て、フォアボールも選びつつ、どこかで仕留める選手なんで1打席だとマるテ選手らしさは発揮されにくいのは確かです。ただ、足の状態のこともあるんで、なかなかメインで起用しづらいのもある。難しいところです。マるテ選手は去年ベスト9にも輝くなど打線に欠かせない存在として大活躍。それによって年俸も1億8 7 0 0万円まで上がりました。だからこそ球団としても期待値は高かったんですが、ここまで2。3試合の市場にとどまってます。いや、まるで選手の査定は難しいですね。怪我さえなければと。 オファーを出すのか、それともファーストはもう大山選手ら日本人選手で行くんだと、そういう風に捉えて違う補強に走るのか、どちらにせよ原本は避けられないと思いますんで、マルテ選手がそれをどう捉えるのかという問題もあります。魅力的な努力があるからこそ、そしてタイガースのヤシではかなり珍しい4年目の契約を勝ち取った選手だからこそ、これからも長くタイガースに愛おしい存在なんですが、こればっかりは今後のビジョンと照らし合わせての判断になります。まあ、とにかく残り試合の活躍が全てです。シーズン最終盤に爆発的に打ってくれると、やっぱりマルテだなとなりますし、ここぞの決定力が必要になります。 ラパンパラもまだ今年1回しか見れてません大好きなパフォーマンスなんで残り試合で流れを変えるラパンパラ発動にも期待して見ていきましょうではラスト7人目がロハス選手ですロハス選手はここまで77試合で163打数40安打打率が2割4分5厘ホームラン8本25打点出塁率が3割4分7厘 OPS が783ということでさあ皆さんは2年目のロハス選手をどう評価しますかね正直今今後が一番気になる選手と言ってもいいぐらい本当にどうなるんだろうという感じですよね何か不思議な力を持ってる選手8月序盤の抹消戦国でああロハス もうう厳しいのかなとこう思った方も多いと思うんですただ翌日爆速復帰してそこからの活躍は皆さんご存知の通り課題の右打席でもしっかりヒットが出てるんでロハス選手が外れるとなんで外すんだとそういう声が出るようになったそれぐらい今のロハス選手を信じたいという声が多いわけです今年が2年契約の最終年年報は単年2億6300万円投手、野手合わせてタイガース最高年俸ですこれが話を難しくさせてる部分ですよね2年5億円以上これに見合う活躍かと言われるとなかなかイエスとは言いません 活躍が頭かららでできるんだとと判断すすすれればをを前提でオファーを出すことも考えられますただここはもう先ほどお話した通り今後のビジョン次第です人柄がとにかくいい選手だからこそ結果が伴ってきて嬉しい僕はまだ信じてますよ日本シリーズ MVP という公約矢野監督を最後の最後に男にしてくれると願ってるんで今後の活躍も引き続き注目して見ていきたいなと思いますはいということで今回の動画では助っ人7選手の現在についてそして今後の契約問題に思うことをお話しされていただきました現在7人の選手を抱えているからこそ大量に入れ替える可能性だってあるそしてスケ ット大量獲得という方針そのものももを変えるる可能性もあるここはいろいろと読めないところでもありますが果たして残りシーズンどんな生き残り合戦が起こるのかこの点も注目しながら見ていきましょう皆さんは今後の助っ人問題についてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいですということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者3 33, 万3300人突破いつもありがとうございます 皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が不妊になってます。次は目指せい、チャンネル登録者3万4000人ということで、今後とも阪神情報局、何とよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、ドラホー、ありがとうございました。今後タイガースのスケット7選手、どんな未来を辿るのか、そして今後のシーズンでどんな活躍を見せてくれるのか、引き続き注目してみていきましょう。ではまた。